どんなにしましたか。これ高さが25センチぐらいのかね。これものすごい急です。これ大変早がりました。なんかね、細木があるんじゃない。この先なんだろうね。どうだね。細木がね、こうしたね。はいはい。これ中銀道場よ。いやいや、これ白なんだね。そこ、これそう？こんな金あんの？あんじ金でんの？これとこがおそらくね、サルサ池やったんかね。こっちって借りだったよ。はい。はい、サルサ池でございます。これだとこね。ちょっと喉乾いて、なんか買わないかんね、これ。はい、じゃあ取りでいきましょう。いや、怖っ。これまた階段がね、斜めに切ってあるんで、ものすごく歩きは水平じゃなくて、斜めに切ってあるの、下に出してね。こんな階段あんま見ないけどね。いや、水平が切りすぎやな、これ。どれぐらい切ってあるんやろう、これ。こうやって見てわかる？ああ、だいぶ手前が低くなってますわ。最後33番行きましょう。はい、水と供養でございます。これね、もう来たから言われちゃうか。あの小さい鐘がすごい音出んねんけど、これ、ね、30のとこあるんだよね、これ30のとこがある。はい、30と5時間かかるんだよ、これな。だって覚えられんからな。下置いたらね、食堂編んでるけどね、まあ、しゃあないね。上に上がってみましょうか。こんなとこ普段歩かないからね。あらあら、ここに石川さんが。はい、こんにちは。はい、こんにちは。暑いね。ね。あと、いつだけか？他の子はいないの？警戒してんのか。いいって言うのやろ？なあ、前足ケチャッとな。前足ケチャッとな、前足鳴らしありますね。経過するときはね。ここへ行くぞ、これ。50のとこね。これ。中近道っていうのかね、知らない。あらあら、なんかくっついてるかな。なあ、暑いね。これ子供かね、これ。なんかあんたくっついてるのか、葉っぱかなんかが。どうしたの。どうしたのか。怪我したのか、あんた。なあ、噛みつかれたん。怪我してるわ。なんかに噛みつかれてますか、あの子。首のところ。はい、そうです。
これもやっぱり神戸の中の一連の建物かね、これも。あ、そうやっぱり30度もそうやって。あ、これね。バンビ。バンビ？これは下、ここ降りる。ああ、ラッキーラッキー、これはしんどかった。